100号では船体に桁や外殻を取り付け、さらにギミック用のモーターを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に右舷前方の内角にパーツ02の桁を取り付けます。続けて左舷側の内角にも桁を接着します。次にパーツ03の内角に99号で付属したモーターをパーツ01の固定具2個とネジ4本で固定します。次にパーツ06のピンの先端に接着剤を少量つけて内角の穴に差し込み固定します。パーツ05のリンクパーツの穴にピンを入れ、同時にモーターの円盤についているピンがリンクパーツの溝に収まるようにはめ込みます。最後にパーツ04の外角を船体左舷前方に取り付けます。ネジ1と桁が収まるようにしてはめ、ネジ8本で固定します。ネジは最初から本締めしないで、すべてのネジが入ってから外角の隙間がないか確認して本締めしていきます。これで100号の作業は終了です。アッシャー。